はい、皆さんこんにちは。ゲームイズナビオです。はい、皆さんこんにちは、シロです。最近さ、はい、まあ、僕らもいろんなところにこう、うん、呼ばれる機会があったりして、うん、まあ、その時になんか紹介とかさ、される時の写真とか画像とかがやっぱまああるんですけど、うん、それがなんかね、なんかよくわかんない写真とかがやっぱりなってる時があったりして、なんか普通に Google で画像検索で出てきたやつ使われてんじゃねえのみたいな、いや、それはマジありますね。こんなん撮ったっけみたいな、やっぱそういうのねがあると見栄えがやっぱり良くないから、うん、ちょっと新しく、だから今からちょっとプリクラ撮りに行こうかなと思ってプリクラみたいな感じでもっとひどくなっちゃうそれかもやっぱ、はい、スノーぐらいしか なくない、うん、まあ、確かに、まあ、顔交換して今っぽいしね、どっちがナフピロだと、うん、今っぽいし、でさ、世界観とか、うん、なんか写真詳しいんじゃないですか。確かに世界観とか撮ってね、映像とか映像とか写真関係詳しいはずなのに、はい、詳しい話ですけどね、一向に。え、マジっすか、マジですか、荒木何実名でいくじゃあ今回僕らを撮影してくださる、じゃカメラマンさんに登場していただけますか。あ、はい、ぜひ。え、マジ登場していただくいいんですか。いけ、どうしよう、すいません、よろしくお願いしますということで、え、じゃあ自己紹介していただいて、はい、お願いします。はい、はい、普段、フリーで写真の、はい、写真家として活動しています、大将と申します。よろしくお願いします。はい、ます大将さん、はい、大将さん、どっかで聞いたことある確かうちの猫と一緒の猫よろしくお願いします。どんな感じの写真を撮ってくるんですか。確かにそれこそ、はい、実はこうかなり初期から、はい、個人的に存じ上げておりまして。あ、本当ですか。はい、もう本当にかなり初期じゃないかなぐらいの、すごい、はい、あ、はい、じゃあ僕が中学校の頃サッカーやってたぐらいいいから。そうそう。そこ質が怖いですね。それで、あの、まあ、写真とかの、あのプロフィールで、あの腕組んでるやつ。ああ、ありますね。はい、どこであんな格好つけたんだと。ああいうのも、多分もうちょっと、こうかっこいい写真で、かっこいいこうショットで撮れたらいいなってのはすごい思ってます。素晴らしいですね。まあ、今日はそういった、まあ、素晴らしい写真を。おお、え、マジですか。すごい。あの、すごい。確かに、ね、ピロさんが使われてる宣材写真的なあれって僕が携帯撮ったやつなんですよ。ね、てか本当サムネ用にいくつか取り合いっこしたみたいな。完全にこれでいいかみたいな。貼ってないのになんか出回ってて、そうそう、俺ワンチャンピロさんがどっかに流してんじゃないかって思ったぐらいの写真あるからね。どこに流したんだ。勝手に。勝手に。はい。ということで、はい、今回まあ大将さん来ていただいたんですけど、まあありがたいことにね、写真を撮ってる風景を動画にしていいと。ああ、もうドキュメントみたいな感じで、はい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 、それも面白いね、確かに。なんで、実際どういう風な撮影が行われるみたいな。確かに、なんかよくあれですよね、はい、CM とかの裏側でなんか、うん、モデルさんとかがなんか、はい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 、こっちスタジオのこっち側から撮ってるような感じです、うん、いわゆるめっちゃわかりづらいですね。はい、ということで、またその動画にちょっと映らせていただきます。早速じゃあ写真をお願いします。はい、お願いします。いきます。結構最初、ワイドに撮るんで、もしかしたら、なんかこういうのが映っちゃうかもしれないですけど、いいですか。あ、はい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 。最初に全体と、ソロのよりと、まあ、もろもろ色を取っていきます。なので普通にこうなんかいつも通り実況してる感じのこう楽しいこうなんか多分笑顔とちょっと真剣ぐらいの感じがいいのかなと思って。実際クエスト行った方がいいですよね。確かに。こんな楽なの今聞こえたんすか。おー、ナイス。いでも今普通にクエストやってたわけだから、すごいとか、え、すごっ。マジでそんな違う。違うよ、違うね。すごい、いい感じですね。いい、だからすごいいい部屋に見えます。でも話してる感じがいいんじゃないですか。初手を教えてる感じみたいな。初手どうする。別に。あ、じゃあ俺このルールで聞きますよ。え、これじゃあ普通にやってみてくださいよ。普通に、あ、いいよ、ちょっと待って。え、ってかこれ面白そうじゃないですか。これ面白いよ、普通に。一定時間ごとに進軍を変更できて、どっちかして陣とかも。そうそうそう。あ、そういうことか。そう、今これ一機しか連れてきてないけど、周回用に本当はもう何体もいる、うん、それを全部決めなきゃいけない。そうそうそう、それ全部こう秒殺じゃん。秒殺じゃん。一瞬横向いた顔だけ横とかめっちゃかっこよかったですね。
体正面で変わらないようにしたほうがいい。バーサスね。いきます。かっこいい。あー、男前ですね。男前ですね。2人行きますか。はい、じゃあ2ショット行きましょう。なんかあれ欲しいっすね。なんかクヨさんがこうやってなんかあるんですよ。俺もこうやってやってる絵あるじゃないですか。あれ結構2人映ってる多いんですよ。はいはいはい、あれ版のいいやつってことですか。そうそう、あれ版のいいやつ。あれなんかダサくないですか。なんかね、まあ、確かに。じゃあそのポーズももらいましょう。気持ちちょっと近めがいいですね。はい、すげえ、めっちゃいいっすね。すごっ、すごマジで、これすごマジで。うん、確かに。ちょっとはい、はい、というわけで、はい、大将さんの写真が出来上がったみたいなんで、ちょっとね、はい、一緒に出来上がったものを志保さんと見てて、まあ、どれがこういうのがいいとかね、言っていこうかなと思うんで、ちょっとじゃあ見ていきましょうか。見ていきましょう。はい、はい、僕いいですか。はいよ、先、うん、圧倒的にこれっていうのが一個あって、はいはいはい、番号で言うと一番下、一番下 685A8428、 これだ、これこれさあ、圧倒的このバンド感。これは早ければ今年のフジロック、遅くて ハードル上げるためのとかじゃないから。これのジャケ社感、アー社感やばいよね。一つ言えるのが、絶対皆さんはドラム。確かにな、圧倒的ドラム感と、鳥ちゃんね、鳥ちゃんもこれ一応、鳥ちゃんもいます。これジャケットがいい感じ、なんかかっこいいですよね、うん、いるもん、いるね、一人はなんかやっぱ、うん、ジャケットさらっと羽織って、スピロさんは多分、うん、バンドの後ろで壁とかにペンキこうやってやってそうじゃないですか。そんなにというなんかアーティストバンドとかでさ、美術系のバンドとかだとなんか後ろで確かに何かこうやって安定感ある、うん、絶対鳥ちゃんドラムだわ。鳥ちゃん知らない人もいるかもしれないからね、うん、まあ、最近サブチャンネルとかでね、うん、出てる、あとまあ編集主に やってる鳥ちゃんです。はい、白黒のもいい、うん、白黒のやつもいいですよね。これいいじゃん。え、かっこいい、それも。これいいじゃん。何番？ 685A8425 なんか俺だけ前にグイって出てきた。俺だけ前にグイってなってません。これはでもちょっとあれだね、どういう集まりなのか、うん、で結構単体でも撮ってもいただいたんですよ。で、僕らお仕事で使うときに、その出演ときに使われる画像が、そうそう、あれプリクラかみたいなとか、なんか喉もうググって即一番上に出てきてる。そう使ってんだろみたいな、ね、あるから、これを機に自分どれだったこの写真だったらいいなみたいな、はいはいはい、まだ許せるなみたいな、許せる、あるじゃないですか、うん、自分これえこれどこどこ見てんすかそれ。なんかでも長時間ライブの後みたいな感じちゃったよ。どこ見てんか分かんないけど、なんか、うん、奥を深く見てんだろうなみたいな、はい、僕結構、まあ、ありがたい話、はいはいはい、イベントとか行くと写真をね撮ってくださいとかって言ってくださる方多いじゃないですか、うん、その時にちゃんとポーズ決めてるんですよね、はいはいはい、だから一つになったらいつもこのポーズ撮ってるねみたいな、うん、だから最近の東方行ったら同じポーズ撮ってくれたりする人がいるんですよ、うん、あで僕こうなんですよ。わかる、やる、はい、やってるよね。
で 685A8330 これが、はい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 、ポーズ撮ってて影がかっこいい。しかも加工用のあれとしてもさ、こっちの光も当て方完璧だから、で案外俺なぜか知らないけど正面向いてなくて、なんか斜め確かにね。そう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 、結構なんか体の角度とかもこうしてくださいって言われたじゃないですか、うん、これいいよ。そしたら俺多分違うカメラ見てたのかな、めっちゃねなんかね違うとこ向いちゃってるやつかなってね。でもこれは結構ちゃんと正面向いてたんで、すげえ違和感を覚えた写真が1個あって、どれ8386、これちょっとびっくりしますよ。足どうしたってなります、マジなりません。めっちゃ足長く見えません。いえ怖くないですかこれ。しかもなんか自分もでっかく見える、そう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 、なんかレンズの力なのかな、ちょっと怖ってなって、だからこれいいね、撮り方とかによるのかなっていう。去年 M1 決勝まで出ましたみたいな、うん、なんでお笑い番組って言ってるでもよかった、めっちゃよかったっすね。これいいねこれ、なんかやばい、俺そんな顔してたんですか隣でこれこれ何、これこれどうしたんですか。なんか俺だけマシに映ってなんか痛いやつみたいになってるじゃないですか。なんかまあちょっとね、あんま言うのはあれですけど、うん、あこれですごいね、2人で写ってるやつだったら僕ダントツで8360、あそれそれと8367と60、67と60が良かったっす。7060これ良かったっすよ。あこれこれこれこ れ, これね、ザ・ナウシロチャンネルみたいな感じ。多分前も撮ったのかな、撮ったやつあると思うんですけど、うん、まあ、そんな完全な、ね、そうそうそう、アップデートされたやつみたいな。だからナウシロで一緒になんかお仕事とか行くときはその今の写真とかいいかな、はい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 、はい、こんな感じですかね。でかね、どれもいいんですよ。これいいじゃん。そうでもなんか横向いてるじゃないですか、うん、これミーナさんどれが良かったんですか。確かに世界観、ミーナチョイスちょっと教えてくださいよ。世界観ピンないんですか。ミーナさんチョイス確かにピンないのか、撮ったかったっけ世界観ピンないのか、こうやって撮ったかったっすけど、ミーナさん確かにミーナさんどれがいいですか。でもなんか全部いいんですよね、うん、だからどこ開いてもある程度いいやつになってる。それとかいいっすね、みんななんか会社のコープレートサイトに載っててもおかしくないじゃないですか、うん、こういうメンバーでやってますみたいな、楽しそうとか、うん、こういうベンチャー感ありますね。まあ、これとか家でいいもん、家でこれ家で家アウトやな。ありがとうございました。ありがとうございました。いやありがとうございました。ちょっとすごかったクオリティがもうやっぱり、うん、まあ、素人の初心者目線で言うと、いや、なんかそう変わんのかみたいなのあるじゃないですか、うん、まあ、特に iPhone とかもね、こう、そうっすね、上がってますから、はいはい、で僕の中での最高画質っていうか最強の写真は今 iPhone8 がプリクラなんですよなんでこういう風に撮られていくんですね、うん、ああいうなんかそうね、みんなのなんか潜在写真っていうか、うん、かっこいい画像とか、うん、一眼でね、はい、やっぱり別人だもん、だって、うん、いや本当に今日はありがとうございました。何か、はい、PR、はい、PR なんで見せかけんの PR じゃなくてなんか、はい、で、まあ、本日撮っていただいた田代、はい、さんが、まあまあ、Twitter の URL、はい、概要欄に貼ってますので少しの興味ある方はぜひそちらから飛んでみてチェックしてみてください。でも見てる方とかもう逆に田代さんにお願いしたら撮ってくださるとかもあるんですか。そうですね、もうご連絡いただければ。おー、ちょっと待った方がいいよ、あのね、雑じゃないですか。いやいや、だってもう最近いろんなやっぱプロフィール写真って今いるじゃないですか絶対、うん、だってそうっす、ね、普通の人もさ、マッチングアプリの写真とかでそういうそこで写真がやっぱ大事なとこあると思うんで、そこでやっぱ第一印象買ってくるから、ぜひマッチアプリやってる人は それをお仕事してじゃあね、バオは決まりで入る、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、こちら本当はありがとうございました。今回はありがとうございました。バイバイ。はい。